わかりました。じゃあ後で始めます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これなんだろう。あ、これあれから流せちゃうってやつか。いや。ちょっとこっち音上げてもいいです？あ、はい、大丈夫です。音出てませんか？あ、出てます。少しだけ音を聞こします。こっち？これか？これか？どう？どうですか？あ、オッケーです、オッケーです。はい、すいません。はい、あと40秒です。はい。ペペペペペペ。めちゃめちゃそこ。あ、オッケーです、オッケーです。はい。緊張しますね。これもうツイキャスはやってるっちゃう。あ、もう配信してます。20秒です。リスもこれいいね。あ、マイクのマイクだった。10秒前。3、2、1。今週も始まりました FEC チューンド。火曜日は大平スタイルがお送りします。大平スタイルのチュースデースタイルですが、今日は、火曜日担当大平スタイルのケイちゃんさんがちょっとお休みということのため、僕ら同じ事務所のきんぴらごぼうの金城大河がピンチヒッターやりますよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。きんぴらごぼうの大河くんは、はい、木曜日を担当してます。そうですね、 FEC チューンドの木曜日を担当してますね。よろしくね、ピンチヒジャー。よろしくお願いします。 FEC チューンドでは毎週曜日ごとに各コンビがオープニング漫才から始めているのですが、うん、今週のテーマは海ですよ。よっしゃー、海ですよ、はい、海、はい、いやー、海といえばね、いや去年の今頃海開きしたよね。いや、キッチさん一応毎年海開きはしてますからね。そうかい、うん、あ、いやちょっと怖い話するんだけど。あ、そうなんですか、うん、海はよく出るって言われてるじゃないですか。でも海開きの時期は特に出るらしいですよ。なんすかそれ、あのもしかしたらちょっと怖い、あのもしかして足がないやつとかですかね。そうそうそう、足がないやつ、あの、はあ、俗に言う観光客がいっぱい出るんだよ。いや、ちょっと待ってください、キイチさん。なんで観光客なんですか？お化けの話じゃないんですか？っていうか観光客は足があるじゃないですか。いやいや、あいつら沖縄来たらレンタカー借りるさ、足がないばよ。いや、そっちの意味ですか？あの移動手段がない方の足がないってことですね。いやいや違う、足がないの意味違うじゃないですか、キイチさん。いやいや、怖い話っていうからお化けの話すると思ったじゃないですか。いや、海にお化けなんて出るわけないでしょうが。しかも夏だよ。いや、夏の海だからこそお化け出るんでしょ、キイチさん。いやいや、お化けが出るといえば冬の墓場だろ。いや、墓場は年中出るでしょ。季節関係ないですから、キイチさんね。いや、冬の方がお化け出るったら。そうなんすか。うん、例えばトナカイに引きずられた赤い服を着た白ひげの西洋人とか。いや、それサンタクロースですね。お化けじゃないですから。こいつは子供を誘拐するために白い袋を持ってるからね。いや、そんなことするか。それプレゼントを入れるやつでしょ。まあ夏にね、お化けは出ないんですけどね。でも夏の海にまつわる怖い話、僕知ってますよ。いや、めっちゃ急に話変わるな。何なんですか。あのね、あの夏の夜、うん、海に女の子とデートに行って、はい、女の子に手を繋いでもいいって聞いたら、はい、青い顔してひーって言われるからね。いや、それキイチさんの話ね。先週言ってたやつですよね。僕聞きましたよ。ちなみに3年間片思いしていた女の子に思い切って告白したら、え、今更そんなこと言われてもって振られるからね。いや、単純に振られただけじゃないですかそれ。いやいやいや、その子はね、うん、内地から沖縄に来てて、はい、何年かして内地に帰っちゃったんだけど、内地に帰って、うん、女の子が帰った後に僕がその内地に遊びに行ってから、はい、向こうで告白したわけさ、うん、じゃあそれじゃ今更になるわけですよ。沖縄で告白すればよかったじゃないですか。いやー、沖縄じゃねー、うん、だってその子沖縄じゃ足がないんだもん。いや、足目的で付き合うつもりだったんすか。最悪じゃないですかそんな。愛に国境はないけど、国境があろうがなかろうが移動手段は大事だからね。車を持ってる皆さん、女子の皆さん、今すぐ僕の彼女候補に立候補してください。いや、誰も立候補しないでしょう。いい加減にして。ありがとうございました。というわけで、はいはい、はい、始まりましたよ。はい、ということで、うん、
今週も始まりました。始まりました。FEC チューン動、火曜日大平スタイルのチューズデイスタイル。オーケーオーケーバンバンバンということで。やらしいよね。はい。いいね。あ、ボクさん、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。早速で。あ、ミスクリだな、これミスクリ。うん。はい。あの、ツイキャス、ツイキャスもね。の方にも反応ありますけれどもですね。はい。これどうして進めればいいんですか、まあ、もう中途で始まったよーということで、まあ、ツイキャスも紹介していきましょうか。なるほど、はい、はい、皆様の FEC チューンドはですね、この11時から、はい、この1時間、1時間、この時間帯はですね、はい、沖縄の事務所にあります FEC 演芸集団 FEC という事務所の若手芸人で、うん、この1時間をやっていこうという、ってますよ。曜日ごとにね、はい、各コンビが出てるんですけど、はい、で火曜日が大平スタイルのチュースデイスタイルということで、で今日はちょっとケイちゃんが風邪でね、そうだね、熱がやばくて、はい、イケメンの方がね立ってるのもやっとみたいな、どっちもイケメン、僕もイケメンだよ、僕もイケメンだよ。ケイちゃんさんが今日お休みということで、はい、今日僕は木曜日担当しています、はい、きんぴらごぼうの、近所大河がやってまいりましたよ、はい、よろしくお願いいたします。キラキラやってきましたよ、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、はい、というわけで、黒紫さんこんばんは、はい、ありがとうございます ね、 ね、はい、アリサさんこんばんは、アリサさんこんばんは、よろしくお願いします。ユミさん、キチさん、大河くん敗退、はい、お笑いバイアスロンお疲れ様でした、はい、次は O1 頑張ってね、はい、ありがとうございます。お笑いバイアスロンというね、沖縄のね、お笑いと大会があったんですけど、はいはい、僕なんか、きんぴらごぼうと大平スタイルは、はい、あの、ね、願い叶って1回戦敗退ということで、1回戦敗退です。もうアイウィッシュ落ちることみたいな願ってました。願うか、まあ、また次が回りますしね。そうですよ、O1 って言ってまた別のお笑いの大会も、ね、大会正月の方にありますので、はい、そちらに向けて頑張っていきましょうか。負け犬のほどよく言うよね、あの大会なんて意味ないよとか、ね、意味ないよとかね、いやいやそんなわけない、いや言わせることがね、言わせることが僕なんかの強いのもね、そうそういい感じにやりますので、はい、お客さんに笑ってもらえばいいんだよ的なことも言っちゃいますけど、なんか関係ない、審査員なんか関係ねえって、お客さん見てくれる方が笑ってくれればみたいな、ね、このお笑いバイアスロンの、ね、予選が あってで、はい、昨日か月曜日結果発表だったんですけど、はい、す昨日ね月曜日担当している、うん、あの芸人のクーターシンカーが、クーターシンカーという芸人がね、芸人この時間帯担当してるんですけど、はい、なんか残念ながら受かったみたいで、いやそうね願い叶わず受かっちゃったみたいですね、受かっちゃったみたいでね、はい、また2回戦の準決勝みたいなのがあるらしいのでね、はい、みんなで嫉妬の目線を送りましょう。いいや、いいでしょ、応援してあげてください、喜んで応援しましょう。でも本当にお喜ばしいことですからね、うん、いいですよね。でも僕らの若手のメンバーでね、はい、こう決勝とか出てくれたらもうありがたいですよ。いいですよ、いいですよ、はい、みすずさんこんばんは、はい、こんばんは。今日はキーチくん、キーチさんとタイガくんなんですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。みすずさん、僕どなたかちょっと顔ちょっと思い浮かばないんですけど、あ、僕小沢笑い劇場とかよく来てらっしゃる。あ、そうですね、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます ね、 ね、こんばんは、これみすくんだね、これ8615、はい、絶対ミスクリだよ。あ、そうなんですね、うん、幼馴染です。あ、そうなん地元のすごいキッチさんの知り合いいっぱい見てるんですね。そうですよ、 ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ポークさんですね、こんばんは、こんばんは、こんばんは、ポークさんありがとうございます、はい、もう本当に、あ、もうこの1回目から見ていただいてるんですよ、ポークさん、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、で待ってましたってリュウジさんですよ。リュウジさんありがとうございます。もうあれですね、サウンドバーレイのメンバーがみんなキッズさんとバンドしてるバンドのメンバーさんですね。そうそうそう、はい、ありがとうございます。存じ上げておりますよ。大河も知ってますかね、はい、ありがとうございます。こんばんは、で綾野さんもね、ありがとうございます。綾野さんありがとうございます。ヨシキンさん大丈夫、昨日受けてたということで、わ、ありがとうございます。まあ、昨日のね、なんかね、またさ、昨日ってあれですよね、そうです、三社合同のね、沖縄にある事務所の三大事務所が合同でライブやった、はい、またライブも吉本花月、うんうん、吉本沖縄花月さんの方でありましたので、それも後々ね、はい、お話お話していきましょう、していきたいと思います。よろしくお願いします。みつくんね、毎週見てるよ、ありがとうございます。ありがとうございます。やばい、やばば、ありがとうございますね。じゃあもう、まあ、自分なんかね、はい、このラジオの中流れ、キッズ大丈夫ですか？大丈夫、キッズ、僕このラジオやったことないので、うん、キッズさんがしか、ああもう進められないですけど、大丈夫です。この大平さんのチューズデースタイルは大きく分けて、はい、あと3つコーナーがあります。はい、あと3つ。3つ。あと3つって、あと3つ。今からやるのにあとって、今から3つ、ね、3つやっていきますよ。ありますけど、まあ、キーチのギャグキングへの道。ギャグキングへの道。うん。うん、あと大平スタイルのツッコミ研究所、ツッコミ研究所、はい、はい、こちらまあ、ギャグキングの道はもう僕が一発ギャグやるんですけど、キさんがギャグして普通に滑るコーナーですよね。まあ滑るかな舞い上がるかな、その日によりますね、それはね、その滑るかシーンってなるかとあと一つコーナーはで、あと一つが大平青年会恋愛相談係、うん、恋愛相談係、ね、はい、大平青年会の性の字がね、受精の性ですから、ね、漢字が違います。別に受精じゃなくてもよかったでしょ今なんか。いやいやいや、精一杯の性でもいいし、まあ、米辺に合う青と書いてのせいですよ、本当に。青年会は青年会なので、ちょっと大人な恋愛の相談ができればなるほどなと思ってますので、はい、で募集、メッセージとか、はい、募集してますので、はい、
例えばですね、この大平スタイルのツッコミ研究所当てとかあてとか、はい、はい、その、まあ、この恋愛相談あてとかっていうことで、皆様から、はい、テーマとかを皆さんに募集してますので、なるほど、はい、各コーナーで、各コーナーで、はい、メールのアドレスから紹介しておきますか、まあ、はい、アドレス紹介いたしましょう、はい、メールアドレス、ですね、はい、797@fmginowan.com ですね、はい、797@fmginowan.com となっております、はい、はい、こちらの方までメールどしどしよろしくお願いいたします、はい、すでにメールもね、来たりしてますのでね、うん、はい、ありがとうございます。あ、読まさせていただきますか。あ、いやいや、もう読んじゃいます。今読んじゃいましょう。ちょっと曲いった方がよくないですか。あ、曲いっちゃいますか。曲挟んだ方がよくないですか。そうね、いや、キッツさんに任せますけどね。一応キッツさんに任せますけど、じゃあメール一応お待ちしてますので、またもう一度、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。また FM ギノワの方はツイキャスだったり、ツイキャスやってますよ。あと何でしたっけ、うん、あと一個ユーストリームもね、はい、配信してますので、配信してますよ。こちらの方からのコメントも見てるかーい振るよね。ツイキャスの方は今反応め、今、まあ、いっぱい来てますよ、もう本当に、はい、ありがとうございますよ。何かありましたらよろしくお願いします。シェイ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 、よろしくお願いいたします。デトロイトさん初めて来ましたとね、ありがとうございます。じゃあ早速行きましょうかね、はい、曲いっちゃいましょう。曲いきましょう。キッさん、はい、曲紹介お願いします。はい、お送りします曲はフィンガーファイブで学園天国です。どうぞ。はい、見てるよってツイキャスね、本当にいっぱいいただいてますよ、ます、ね、本当に。デトロイト313、はい、初めて来ました、はい、初めて、あ、よろしく、メンソーレ、あ、ストレストレ来ました、キッツさんの初めてね、来たからにはね、やってきました。メンソーレギャグね、メンソーレギャグしますよ、はい、メンサーレ、アサーレサーレ、いいっすね。はい、いいですね。ユミさん、はい、この時間のグループではクーターシンカーだけ、しっかり応援しなきゃね。そうですよね。まあ、この若手のね、この、はい、あのバイアスロー通ったメンバーですね。はい、バイアスロー通ったのがですね。本当ですよ。はい、まあ、聞いたこと、みんなわかりますかね、バイアスローね、沖縄にあるね、大会なんですけども。大会ですよ、笑い大会。うん、ユアピピさん、はい、ありがとうございます、こんばんは、今日ケイちゃん休みなのか、お休みって、あ、ケイちゃんいなかったら寝るえぇ、ー、別に、いやー、ユアピピさん、ケイちゃんさんいなくても見てください、聞いてくださいよ、ね、むしろケイちゃんいない方が盛り上がるかもよ。知らない、それは違うでしょ、ね、いやでもね、ケイちゃんみたいなかっこよさがありたいよね、憧れるよね。かっこいいですか、一応、うん、なるほど、憧れますよね、はい、いいです、なるほど。僕らただのハゲですから、ね、自分で言っちゃうんですよ、ハゲでもいいよっていう方は募集してますんでいいですね、ユミさん見てるよって、はい、ありがとうございます。アリスさん、音符みたいな、音符っていうかニコルマーク、そうですね、波線ピャーってなってますけど、波線ピャーブヒーみたいな、ね、いいですね。こんななんかあのハイスピードな感じなんですね。あ、ハイスピード大平スタイルの時は。あ、そうなの。僕なんかの時はあのこのツイキャスのコメントがどんな視点見れるかわからないから、うん、おーおーずっと、あ、おたおたしてるの。そう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 、おたわー、どうもおたわです。あ、キイチもかっこいいよって、みずきにありがとう。いいですね、ありやす、はい、今かっこいいポーズだったんですか。かっこいいポーズです。髪をかき上げてみました。髪ないけどねめっちゃ言うやし、髪ないけどね、自分で振って自分で処理するじゃないですか、ね、キッさん、いいっすね。もう処理しない、もうそうしないとということかな。あ、処理したよ自己満でございますよ、本当に。はい、じゃあ、まあ、ツイキャスなどもね、メッセージとかあの、うん、テーマ募集してますので、ぜひ送ってくださいね。まあ、30秒前 でタイトルは、はい、いろいろありますので、キイチのギャグキングへの道、大平スタイルのツッコミ研究所、研究所、大平青年会恋愛相談係などいろいろありますので、こちらもコメントよろしくお願いいたします。お願いします。そろそろなんか曲を上げるということですので、うん、しばらくお待ちください。はい、少々お待ちくださいませ。はいはい、というわけで FEC 中度始まっておりますよ、はい、皆様始まっておりますよ。はい、火曜日は大平さんのスタイル探しじゃなくてスタイルでスタイル、ちょっとキッさん、ね、流れで言っちゃったね。中度でスタイルでございますよ。中度でスタイル、お送りしてました曲はフィンガー5で学園天国でしたね、うん、はい、はい、ということで、うんうん、じゃ早速コーナーやっていきますか。行きましょう行きましょう行きますか。やりましょう、はい、コーナーの前にこの、うん、他の各コーナーのテーマも募集しておきましょうね、うん、あ、募集してください、続きまして、うん、あのキッチの逆、あ、次のコーナーの後に、うん、大平スタイルのツッコミ研究所、ツッコミ研究所、こちらは日常で起こるシチュエーションを、まあ、皆様からいただいたテーマをもとにキッさん、くしゃみしていいですか。うん、いいよ、もうやっちゃったよ、もう終わったよくしゃみし終わったじゃないですか。ちょっとあ、やるよね、はい、やるよな、この人やるよな。何の話でしたっけ。ちょっとだからそれ、ツッコミ研究所で、はい、テーマを募集してます皆様に。テーマですね。で、そのテーマいただいて、うん、あの、僕が勝手に無造作にボケていきますので、はい、もうツッコミの方に、そうですね、もうそれ自由にフリースタイルで突っ込んでもらう。僕がツッコミなんですよね。そうそう、今日はケイちゃんの代わりに、ケイちゃんさんがいないということで。だから、
テーマいただいたら僕が勝手に無造作にボケを、うん、組み立てていって、はい、翌週あの、はい、それを演じますので、なるほど、ぜひあのテーマなんか何でもいいんでシチュエーション送ってくださいね。何でもいいのでお願いします。お願いします、はい、あとあの大平青年会恋愛相談係、うん、こちらも恋愛に関する、相談とか待ってますので、はいはい、ぜひあの相談し乗ってき相談してきてください。本当に何の相談でもいいってことですよね、うん、そうそうそう、何でもいいですよ。恋愛だけどね、主に恋愛に絡めてきていただければ。あ、なるほどね、はい、サッカー楽しいなとかでもいいんですけどね。恋愛が絡んでいれば絡んでいれば何でもいいです。はい、ということですので、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、というわけで早速いきましょう、このコーナー行きましょう、キイチのギャグキングへの道。トヒュー、オッケー。まあ、これ2週間にね一度お送りしてるんですけど、はい、もう、うん、あ、これ2週間に一度なんですね。そうです、そうです。こんな大切なコーナーは僕がやっていいんですね。あ、いいですか。いいっす、いいっす。なるほど。ということでキイチのギャグキングへの道、はい、キイチさんの一発ギャグに、はい、今日ケイちゃんさんがいないので僕が突っ込みますということで。そうですよ、はい、滑った状況でもキイチさんが何かしらのアクションを起こして対応していきますので、はい、あの心配なさらないでくださいということですね。はい、まあ、あの毎回生み出していこうかなと思ってるんですけど、はい、まだこのFEC チューンの、 あの大平スタイルのチューズデースタイルで披露してない一発ギャグ、僕の持ちギャグとかもあるので、はい、それもちょっと出していこうかなって今日は思いますね。そうですね、キイチさんがこのやっぱり世にあの知らしめて広げたい、ま、広げたい、あの一発ギャグとか一発ギャグいっぱいやっていっていいと思いますよ。じゃあ今日はちょっと 何発か言ってきましょう、ね、総集編ということで。総集編、キイチさんの持ちギャグの総集編を、はい、この、はい、チューズデースタイルが始まる前の持ちギャグですね、はいはい、あの何でしたっけ、なんかそういうのありますよね、あのビヨンドじゃなくてそういうのありますよね。あ、ビハインドじゃない、ビヨンドじゃなくて前でしょ、ビフォアみたいな、うん、そうそうそう、ビヨンドは超えちゃう、そうビヨンドですね、出したっけ、出したビハイン、あ、ビフォアザキーチ、どっちか分からないですけど、カモヒア、というわけで、はい、ちゃん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 、キーチキーチキーチ、ナオミの子ということで、ね、はい、ナオミがキーチさんのお母さんですよ、そうですよ、ね、僕のお母さんですよ。だからなんだろうっていう、ね、これ説明しないとわからないやつじゃないですか。ナオミの子だよって、しかも急に始めましたね、始めましたよ、なんか、ま、なんか段階ないですね、それでは行きますみたいな、あ、オンエアマークがないんですね。あ、だからたセットも全部なくセット、そのままゴーだから、もういつでもゴー来たかなと思った、そのまま走りよったんで。いや、いいと思いますけれども。はい、じゃ次のギャグ行きましょう。あ、どんどん行けますか、はい、あ、替え歌ですね、これ替え歌、替え歌ギャグ、キッチさんの替え歌ギャグです、はい、はい、あのビギンのあの、あれ、灘草々の灘草々の替え歌ギャグ、はい、古いアルバムめくり自分のじゃないって気がついた、あ、いとこのだというあ、なるほどね、自分のじゃなかったっていうところ、昔いとこが家に持ってきたんでしょうね、持ってきたんです、もうなんか感情を込めながら、あ、なんか昔に浸るぞと思ってめくっていくんですけど自分のじゃないっていうあれ別の高校屋さんにっていう、そう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 、めっちゃ笑顔の子がいる俺かなと思ったら違うっていうところでね、なるほどね、感じていただければと。古いってことだから結構十数年前ぐらいに置いてたやつですかね。そうね、背景が分かりますね、背景が分かります、いいと思います。はい、じゃあ、はい、まあ他にはまだまだありますか。ですね、これツッコ、ケイちゃんさ、一回一回突っ込んでるんですかこれ。いや、突っ込むというか、まあ、僕が勝手に、うん、まあまあリアクションするので、あ、なるほど、滑ったなと思ったら、はい、やがやれとか、なんか お前のせいとか人のせいにしたりして人のせいにしちゃうんだ、はい、いや、まあまあまあいいと思いますけどね、はい、というわけで、はい、なるほど、あ、もうないです、以上ですね、あ、以上かい、以上です、ね、うわ、今日総集編って言うから、あ、いやいや、いっぱいあるんだけどちょっとあんまり放送できないやつもあるわけ、ね、放送ちょっと見せてくださいよ、キーさんは携帯のリストに載ってる、あ、なるほど、次、じゃあ、あの次のこれ、あの、これはダメなんですか、これ、あ、これは放送できないやつです、この、あ、放送できる、やっちゃう、やっちゃう、じゃあこれで見せてください、じゃあ次の一発ギャグ、はい、沖縄の CM ギャグ、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、沖縄の一発ギャグお願いします。ちゃん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 、パッパ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 ンチラ見せる、パッパ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 ンチラ見せる、パッパパッパンチラ見せる、フーということで、あ、いいじゃないですか、決まった、いいじゃないですか、決まったかな、僕これ僕これ、それもそうですけど、これが見てですね、これが、これおいで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 キーチキーチ、あ、おいで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 キーチ、あ、キーチっていう、ただキーチが来るっていうだけの一発ギャグというか一発ギャグですよ。いや、いいです、いいですね、大丈夫ですか、ある程度予想はできてましたけど、タイトル見た瞬間、いや、でもいいと思います、あ、本当に、じゃあ、あの、
じゃあ行きましょうかね。もう出し惜しみしときましょう今は。出し惜しみ結構でも声で伝えなきゃいけない一発ギャグなので。あ、そうなんですね。動きが多いんですよね。あー、じゃあちょっと厳しいですね。厳しい。生で出していこう。ペンギン村からおはこんばんちや右向いて左向いてお前誰だめっちゃやってる自分が一番楽しそうだなめっちゃ楽しそうだな自分が。あ、そういうわけで、じゃ あもう一個最後にこれちょっと最後、じゃあ最後、はい、やりましょう。立ってだけのやつです。はい、はい、パタ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 、あ、俺飛べる、あ、俺絶対飛べる、羽ばたいてますね、絶対飛べる、羽ばたいてますよ。頑張るクイナ、頑張るクイナ、なるほどね、頑張るクイナが俺は絶対飛べるって、飛べるって、で頑張る、頑張るクイナになっちゃってますいい感じじゃないでしょうか。いや、これケイちゃんさんどうしてるば毎回これどうしてないよすごいな。はい、じゃあというわけでキリチのギャグキングの道でした。終わっちゃうんだこれ、まあ、翌週ですね、楽しみに。あ、すごい、単純に点数もいただいてました。キリチさんのギャグを本当に披露するだけのコーナーってことですね。コーナーです、なるほど。あ、もう反応ツイキャスの方、反応あるので3点とか。お、3点、これ何点満点の3点なんだろう、これ3点満点でございます。あ、そうですね、ユーミさん5点って、5点、これ5点満点ですか、ね、このコーナー好きって。あ、黒紫さん、ありがとうございますね。あ、ユーミさん頑張るクイーンの8点って、何点満点何点満点自分でめっちゃ言うやし。リュウジさん、キッチさん、自分のギャグで笑いすぎ笑って、それは面白い、それは思いますよね。自分が大好きなやつですからね、本当に。やってる途中でもうすでにこう笑みがこぼれてるっていうのがね、一番の醍醐味だと思いますけど。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。いっぱい来てますね。いっぱい来てますよ。ということですので、じゃあまた、はい、これ2週間、2週に1回のコーナーということで、ね、またじゃあまた1回週挟んでまた次の週にやるということかな、はい。お送りしましょう。はい。はい、では、曲に行きましょうかね。はい。ということで以上、キッチさんのギャグキングへの道のコーナーでした。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、10点満点、10点満点中ですね。はい、はい、では、曲に行きたいと思います。曲大丈夫ですか。はい、大丈夫です。じゃあ行きましょう、キッチさん、曲紹介僕の話じゃないです、はい、いや、キッチさんにも話してますよ。キッチさんにも話してます。はい、では曲の方行きましょう、はい、小沢健二で今夜はブギーバックです。どうぞ。はい、というわけでツイキャスのコーナー、はい、CM 中はね、ツイキャスの皆様にとですね、並んでいきたいと思いますよ。はい、今 CM と音楽が流れて、はい、今は音楽が流れてますね。流れてますよ、はい。あ、番組名間違えた、笑って、あ、バレた。はい、ゆうじさん、ちょっとユアピップさんも番組名間違えた、笑って、すいませんね。コミュニティコイン、コミュニティコイン、コインありがとう。コインいっぱいあげるな。コインめっちゃくれてますね、皆様。くしゃみかわいいって、よかったね。くしゃみかわいい。ありがとうございます。くすけーって思ってますよ。そうですね、くしゃみ、僕アレルギー持ちなんでね鼻のアレルギー性鼻炎でしたね、すいません。けいちゃんはツッコミを放棄気味ですって。あ、そうなんですね、やっぱりそうだと思いました放棄なんかーい放送できないよ、笑って。いいですね、まあ、放送できないやつとかあるんですね。あるあるある。いっちゃっていいですかね。これはダメなんだ、ツイキャスもやっぱダメですよ、ね。いや、一応控えた方がいいんじゃないですか。控えましょう。控えましょう。あ、でもツイキャスは映像だから、まだちょっと、うん、なんていうそこまで、うん、動きだから、うん、ちょっと、はい、控えてたものもあって。これ、一応俺どうもできないですけど、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫、大丈夫。本当に大丈夫です。大丈夫です。そんなにごっついあれじゃないです。本当に大丈夫。お正月の挨拶です。あ、OK です。明けまして、通りまでございます。あ、なるほど、ね、これなんか大丈夫です。セーフ出ました。3塁セーフ出ました。スクイズ成功です。あ、メール来ます。メールも来てるみたいです。あ、ではメール、あ、メールいただき、メール一回見てみましょう。じゃいただきましょうかな。お、あ、ドリアンさん、あ、あ、これうつぼさんだな。あ、プリンセスうつぼさんより来てますね。お疲れ様、出す出すって。ありがとうございます。これもまた CM 開けてからもう一回見ましょう。お久しぶりですね。ありがとうございます。いいですよ。ということで、うん、まあ、前にいろいろまたメールも来てますので、はい、一回 CM 明けぐらいで見ましょうか、うん、そうだね、 CM 明けで通りまでございます。もう一回やっちゃおうCM 通りまっていうか別じゃないですか。あれ何変質したら通りま、通りまはちょっと違う、ね、まあまあまあ、ちょ、僕もそこら辺は思ってるんですけど、やっぱ変質者がいいかな。変質者でございますか。明けまして変質者でございます。あ、ね、明けまして見せ見せおじさんでございます。見せ見せおじさんでございます。明けまして見せますおじさんでございます。噛んじゃってるし。噛んじゃいました。変質者でございます。
キイチの逆が寒くてケイちゃんは風邪ひいたのって水国から聞きますよ。あ、水戸8615さん。あ、なるほど。そうですね、それも一理ありますね。それも一理ありますか。ありがとうございますね。届くんでね、遠くまでも届きますよ、もう本当に僕のこの寒い感じは。わしゃ、これ電波乗っけて届くんですね、寒さは。電波届きますよ。有田さん、え、変質者わらわらと、はい、あ、黒紫さん、露出鏡、そう、露出鏡でございますって考えてたんですよ、初めね。あ、じゃあ最初からそれ言ったんじゃないですか。なんか響き的になんか通り魔の方がなんかいいのかなって思って、うん、まあいいや、変質、露出鏡でございます。明けまして、露出鏡でございます。もっとやっていこうか。なんかなんと求人誌は虫とかね。なるほどね。あ、全然それとかいいじゃないですか。それ本当それ全然できるじゃないですか。そう、全さっきのよりいいですけど。いや、お気に入りだらけですよ、本当に。露出狂ってなんかあのあれですね、なんか、うん、昔の、うん、あの王族みたいですね。王族露出狂っていう。なんとか今日はあれです、糸編みたいな感じの故郷の郷で露出郷でございます。露出郷がおめでございます。そういうギャグ作ってください。よーし、あ、露出郷、無視わらわら、無視わらわら、吹いたわらわらと、ありがとうございます。求人誌は、あ、無視って、ね、無視しちゃいましょう。あ、露出郷、かっこいい、カタカナだ。露出郷、露出郷、露出郷が参りました。なんか時代を動かしてそうですね。あ、うん、国家ともう癒着してるよね。警察と癒着しまくってますよ。ロスキョウね。ロスキョウ、いいですね。いや、求人誌はムーシーの後のこのツイキャスの反応がすごいですね。あ、いい感じなんですね。いいと思います。それがいいと思います。それだけやってください。それだけでいいんだ。今後ずっとそれだけやってください。それだけで止めとこうかな。じゃあ、いや、いいですね。じゃあ他になんかあるかな。ちょ、I, my, me, my, you, your, you, yours, he, his, him, his, she, her, her, house! ってのがお客さん指して、she, her, her, house! ってダメかな。いや、これもいいと思います。これもいいと思います。これで大平スタイル求人誌ルーキーの CM はないなぁと。いやー、もう、まあ、それ以前にどこからもない。むしろあると思いますよ。むしろあるのか。なんか逆に、あ、僕がムーシーってやって、無視すんなやって突っ込んでみたいな、うん、また拾っちゃう、ね、なんかあると思います、うん、逆にこの何ていうんですか、あの反対の意味で、うん、あると思いますね。発想の転換で、あると思います。黒紫さんから長いと適切なコメントいただきました。あいまいみーまい、ゆーよはゆーよはシーハー、長い、確かに長い。でも、シー、ハー、ハー、ハウスがちょっとなんか響き的にいいの。ヒー、ヒズ、ヒム、ヒズからでいいと思います。ヒー、ヒズ、ヒム、ヒズ。英語の変換活用って言って。英語活用、アイ、マイ、ミー、マイ、ヒー、ヒズ、ヒム、ヒズ、シー、ハー、ハー、ハウス。ユーは抜いて。ユーはいいと思います。ヒー、ヒズ、ヒム。ということで、そろそろじゃあ、曲、CM 開けますので。CM で開けちゃいますか。はい、開けてお話しましょうか。はい。そして次のコーナーがちょっと心配ですね。楽しみ、楽しみよ。大丈夫ですか。じゃあまずメールから読みましょうかね。そうですね。メールを読んで。ありがとうございます。大丈夫かな。大丈夫。で、ギリギリ大丈夫です。ギリ大丈夫。ユミさんからもやっぱり長いって言ってますね。やっぱり長い。あ、ユミさんごめんなさい。こんにちは、アナニヤキイチでございます。これもいずれできたいですね。これもいずれ。終了前です。はい。はい。明けはジングルから入りますね。はい。了解しました。バンスさん、俺の消しゴムそっちに落ちてないって。ですね。燃やしましたよ。消しゴムないっすか。ないっすね。開けます、CM 開けます。はい。はい、というわけで始まっておりますよ、はい、火曜日、大平スタイルのチューズデースタイルということで、始まっておりますよ。11月19日火曜日、みんな元気かい。あ、せいほーほー、聞こえない、聞こえない。ラジオだからほーが聞こえない。俺がやればよかったね。いやいや、いいんだ、いいですか。いいんだ、帰ってくる。ということで、大平スタイルのチューズデースタイル、メールが来てますので、キーさん紹介していきましょう。はい、はい、まずは1件目。ありがとうございます。そう、ラジオネーム。ラジオネーム、フリーアナウンサーの山田真理子さんです。あ、すごい。ありがとうございます。
山田真理子さんですね。そうですよ。ありがとうございますね。大平スタイルのお二人こんばんは。ニッコリマーク、フリーアナウンサーの山田真理子さんで、真理子です。番組頑張ってください。ありがとうございますね。ところで私は、大平スタイルの二人は20代前半くらいだと思っていたのですが、だから喜一さんに会った時にはタメ口だったのですが、先日30代だということが分かり衝撃を受けました。なるほど。さらにもっと若いと思っていたケイちゃんさんは喜一さんよりも、一つ年上、はい、ということで、まあ、2歳上って書いてるんですけど、1上なんですよね。2歳上点で点本当は1歳上ね。本当は1歳上ですよ、世の中恐ろしいなと思いました。ごめんなさい。でも私は40歳くらいに見えるのでとっても羨ましいです。若く見えるポイントは何ですかということで、いやいや、マリコさんそんなないですよ。マリコさん20代に見えますよ。そうですね、20代ですよね。ツイキャスの方でオリトマさんからどこをどう見たら20代なんだって来てますけどね。あ、僕ですか。いやいや、20代に見えますよ、この頭といい。バンさんから、山田さん間違えて山田踏んだって何言ってるかよくわかんないですね。バンさんちょっとわかんないですよ。この人やべえな。ということですけど、キーさん、若く見られるポイント何なんですか、はい、って若く見られるポイントは、やっぱ頭の中もですね、思考年齢も低くね、精神年齢も低くいけば見た目も若く見えるんですよ。あ、じゃあもう本当にもう幼稚園児並みの精神年齢で、ただもうなんかゲームの技名を真似したりとか、パンダとか見たら、あ、パンダパンダパンダスタンプーとか、まあ、真似したりとか。もう幼稚であればいいんですよ。パンダスタンプーは分かんないですけどね。幼稚であったらもう、見た目も、ね、そう。あ、じゃあなんか本買う時もなんか幼稚園とか買えばいいかな、小学館とか。いやー、良い子みたいな。ちょっと付録でなんか望遠鏡がついてます、作れるよみたいな、紙で作れちゃうみたいな。まあもう買ってもいいけど、まあまず読破しちゃダメだよね。まず写真しか見ないよね。文字読めない、読めないんで。なるほどね。はい、考えを、じゃあちょっと思考を幼稚園、幼稚園、なんかアニメとか見たらいいんじゃないですかね。アニメね、はい、そういうアニメとか、このファンタジーな世界を、受け入れる。なんかファンタジーはファンタジーだって、なんか大人の人はやっぱそうじゃないですか。まあなんかちょっと考えちゃいますからね。漫画ばっか見てって、でそういうファンタジーな発想を持っていけば見た目もね、ファンタジーにこう若く見えれますよ。ファンタジーにはしたくないじゃないですか。ファンタジーではいいですか。マリコさん別に若く見られたいって言ってますけどね。若く見られたい。じゃあもう、あ、それが若さにつながるということですね。つながりますよ、キースさんに言わせてみれば。はい、私も。なるほど。ということで山田真理子さん、大丈夫ですかね、はい、ありがとうございました。すいません、今日ケイちゃんさんちょっといないんですけどね。いないんですけど、僕がもう噛み締めます。一人で聞いてた、でも嬉しさをハッピー、はい、ということでメリーありがとうございました。はい、続きましてメッセージ、はい、お笑い大好き高校生さんからいただきました。 ありがとうございますありがとうございます、はいはいはい、こんばんは。先週の土曜日、お笑い劇場の時、大平スタイルさんに握手された高校生です。あ、らしいですよ、きっと。握手した、しました。もういつも来ていただいてますから、ね。ありがたいですね。ありがとうございます、はい、舞台でやってるネタ、いつ見ても面白いです。あ、いいじゃないですか。そこで相談です。はい、私は、喜一さんがやっている、メンソーレ、それそれっていうのが、いつもできません。どうやったらできるようになるのか、教えてほしいです。はい、ということで、やっぱりこれ人前でやったらさ、恥ずかしいからかな、それどこのドイツのギャグだい、って言われるから。ちょっとそんなに広まってないんだ。そうそう、知名度がね。いやでも私がね、お気に入りの推し芸人のギャグだよみたいな感じで言ってもらえれば、ね、むしろ私のですって言ってもいいよ。これシェアギャグなんで、みんなシェアして、もし大平スタイルを知ってもらうっていうよりかは、もうこのギャグを広めていって、後から名前がついていけばいいかなって感じ。そういう作戦なので、ということですので、お笑い大好き高校生さんで、ね、はい、もうこれはもうあの気兼ねなく、もう全然普通に手を前に出して、メンソーレ、あっそれそれ、これをグーにして自分に引き寄せるということですね。引き寄せればいいんですよ。もう気合さえあれば何でもいいです。勢いがあれば。ということです。気合があればやっていける、はい、ということですので。ええぞ、ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。高校生さん。ありがとうございます。はい、引き続きラジオを聞いてくださいね。ありがとうございます。はい、いっぱいメール来てますね。はい、紹介しましょう。紹介しましょう。ラジオネーム、プリンセスうつぼさんより。あ、うつぼさん。うつぼさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりです。うつぼさん、ありがとうございます。もう本当に先週もね、メッセージ。このラジオ、あ、先週ももらったんですか。いただいたんですよ。ありがとうございますね。本当にありがとうございます。はい。キーちゃん、タイガドン、お疲れ様ダスダス。パフパフ。ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶりに二人の姿見れて嬉しいよ。ニッコリマーク、ワンちゃんね。キーちゃん、わしはキーちゃんのファンじゃよ。わらと。ありがとうございます。あ、キー、あ、もうありがとうございます。うつもさんも本当に。いいですね。キーちゃん、ファンがいることも忘れんでの。ほら。あ、
僕のファンもケイちゃんだけじゃないんですね、ええ、あ、ケイちゃんとタイガーも好きじゃがのわらと、あー、うつぼさんいいですね、うつぼさんこのちゃんとアフターケアもバッチリですね、アフターケアもバッチリいっぱいあるねって感じで、こんなあの自転車屋さんあったらいいですねこんなアフターケアがバッチリでね千葉ないっちゃうみたいな、うつぼさん、本当にありがとうございます、うつぼさん、もう本当に感謝ですよ、もうケイさんもちゃんとねファンもいるから、あ、そうですね、そうそう、ちゃんといじけないでいじけてたんですか、いや、いじけてないですけどいつもニコニコしてるじゃないですか、キイチさん。もう一件メール来てますね。ありがとうございます、はい、読んじゃいましょう、はい、ラジオネーム FEC バンちゃんです大平スタイルのお二人こんばんは、はい、ケイちゃんさん雰囲気変わったね、メガネになってるし若返った感じがする、うん、イメチェンかな、頑張れと、はい、バンさんです、ありがとうございます、もうツイキャスだけでなくメールにもそうです、ね、ありがとうございます、ケイちゃん僕最近、はい、あのメガネもかけて、ちょっと髪もけて、ケイちゃんどうしたよ、そうそう、ちょっとあのなんかあの、うん、ヒアルロン酸とか売ってるから、ヒアルロン酸売ってるんだ若返ったかもしれない、仮面ライダーで俺ケイちゃんじゃないわ俺ケイちゃんじゃないわというわけで、どうですかこの茶番、髪型サイドバイサイドになってますけど大丈夫ですか、髪型サイドバイサイド、刈り上げみたいなのはサイドバイサイドっていうらしいです、これなんか俺切らせる時にですね、はい、なんかあの刈り上げは嫌だ、うん、だけど短くしてほしいっつったらこうなりました、うん、あれだね、だから今なんか2ブロックみたいな、そういう髪型が流行ってる、でもなんか2ブロックじゃないねみたいなこと言われて、うん、なんか僕の髪なんか僕にあんまり2ブロックが似合わないのかな、うん、いやいやいや自分でも思ってるんですけど、あのいい感じ、なんか韓流スターみたいな、ね、なんかかっこいい、アジア、エイ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 ジア、パッパパヤパーみたいなね、なんでそこで会うんですかねいやいや、ということでメッセージありがとうございました、もうメッセージありがとうございますよ、本当に、はい、キイチ昔から変わらないねってミスクリね、もうありがとう、本当にミスクリさんありがとうございます、キイさん昔こんななんですね、昔からこんな感じです、昇竜拳とかずっと言ってました、波動拳とか、やべえやつだ、カメハメハとか、よくずっと友達続けてますねちょっとありがたいです、いい方ですね、地元がいいところですからね、はい、ということで、じゃあ次のコーナー行きましょう、こう行きましょう、はい、大平さんのツッコミ研究所来ましたよ、はい、このコーナーですね、まあ、日常で起こるシチュエーションを、うん、まああのキイチが勝手にボケていくので、はい、それに対しても無造作にボケていくので、うん、もう突っ込んでいただくという、僕がもう突っ込むんですね、突っ込むですよ、はい、なるほど、一応台本は用意してますが、はい、あの突っ込みの部分は何も書いてないです、そうですよね、はい、こんな空白です、こんなひどいコーナーがあるかって感じですよね、ありますよやっぱツッコミ力も鍛えていこうということで、なるほどね、だから今回は今日はね、はいはい、あのケイちゃんじゃなくてタイガに僕がねいただきましょう、いいでしょう、まあそのタイガなんかのラジオの参考にもなったらいいなと思って、いいでしょう、こっちから学びましょう、いろいろとやってね、やってみて、はい、じゃあ早速始めていきたいと思います、はい、僕あの今日のテーマはですね、はい、牛乳の飲めない牛乳屋さんです、牛乳の飲めない牛乳屋さん、ね、前々回リスナーの方がいただいたテーマですので、はい、これを元にってことですね、ツッコミ研究所のシチュエーションも募集してますので、うん、何かシチュエーションください、どんなシチュエーションがいいって、そしたらあのそれで岸さんがそれでこのコーナーをやるということですね、はい、ということでコーナーのなんかタイトルとかそのなんかそういう設定もね募集してますので、はい、ツイキャスメール等で送ってください、よろしくお願いします、早速じゃあやっていきますか、はい、行きましょう、はい、では牛乳の飲めない牛乳屋さん、うん、僕が店員さんで、うん、お客さんです、タイガがお客さんですね、カランコロンカランコロン、はい、いらっしゃいませ、おはようからお休みまで子牛を踏みつける虐待でおなじみの牛乳屋ミルクムナリへようこそ、いや怖いな子牛踏みつけこれダメじゃない、こういう店の方針これ怖いな、本日は冷やかしですか、またがしですか、それともまやかしですか、どれでもないですけどなんすか、冷やかしとかまたがしとか、いや違う、普通に今日来たんです、買いに来たんです、お客様、当店は世界で2番目に怪しい牛乳屋さんです、何のご用ですか、だったらなんかちょっと怖いな、そういうのあまり目打たない方がいいですよ、世界で2番目怪しいんだったら1番目どこか気になりますし、もしかして牛乳買っていきますか、買いたいです、ただいま出血大サービスで牛乳に血が混じっていますがいかがでしょうか出血の意味違ってませんか、これ牛乳に血入ったらこれだ、異物購入とかでなんか牛乳でなんかちょっとあの何ですか、ダメになるでしょうこれあ失礼いたしました、うん、では普通の牛乳もご用意しておりますので安心してください、ね、よかった、あと当店は牧場と一緒になっておりまして、あいいですね、搾りたての牛乳をそのままお買い求めできます、あ新鮮でいいだと思いますよ、郵送いたしますのでこちらの紙に住所と名前を書いていただけますか、売りが台無しこう搾りたてが一番美味しいんじゃないですか、いえもう搾りたてが欲しいんでそれは大丈夫ですね、それでは牛乳の量は何ガロンお買い求めですか、当店は3ガロンから販売しております、いや多いな3ガロンって、
ちなみに1ガロンは約 4.6 リットルですので3ガロンは 13.8 リットルになりますね。なんか体内の水分全部牛乳になっちまうわそんなちなみに消費期限は2日間となっておりますので2日で飲み干してくださいね。いや鬼か、2日で3ガロンも飲めないわ牛乳さ、やめてくださいそういうのは。当店の牛乳は三重県名物の赤福と同じ消費期限でございます。友達にお土産で赤福を買ってきてその日で渡しそびれていざ友達に渡そうと思ったら消費期限が切れていたなんて話ありますもんね。私の実話でございます。いや知らないです、あなたの実話いや話されても知らないですし、赤福の人にも失礼だと思いますよ。とりあえず赤福さんいじってごめんなさい。いやそれ絶対謝ってた方がいいと思います、うん。それよりお客様何ガロン持っていくアウトいたしますか。いや持っていくアウトってなんですか。持っていくことが持っていくアウトですから、うん、送っていくアウトではなくて持っていくアウトの方でしたね。いや送っていくアウトって送っていくのかテイクアウトなのかごちゃごちゃしてますから、いやもう普通に持って帰りたいです。あさようですか、うん、では特別に1リットル小分けいたしますよ。あそうなんですか、はい、ありがとうございます。皆様よく言われるんですよね、小分けしてくれって。いやそりゃそうだそりゃそうだ1ガロンも持っていけないですもん。購入前に試し飲みに試飲してみますか。試飲できるんですか、はい、いいですね、当店は無料で試し飲みができるんですよ、いいサービスだ。量はコンタクトレンズ1杯分の量になりますけど。ケチケチじゃないですか普通に紙コップ1杯くださいよ。どうぞ紙コップにか、コンタクトレンズ1杯分の量を入れました。こぼさないように気をつけてくださいね。こぼさねえわこれ逆さにしてもこぼれないわそんなんで量だったら。どうぞお飲みください。あいただきます。あ味はいかがですか。なんかこれ変な味がするんですけど、この何なんですかね。これちょっと店員さんも飲んでみてくださいよ。あすいません、実は私牛乳が飲めないんですよ。いや何なのもうめっちゃかめっちゃかだな。ちょっと自分に点滴してみますね。点滴で飲むって何なんですか。ちょっとは針をチクリと、牛乳を流し込んで。そんなことして大丈夫なんですか。来た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 。いや君が一発逆した方だけでしょ、そういう北第一のやつだけ。ちょっとお客様申し訳ございません、こちら牛乳ではなくて修正液でした。文房具屋かこっち牛乳屋さんでしょ、修正液売らないでくださいよ。私ちょっと気分が悪くなってきたので向こうでダンスしてきますね。その言い方修正して、修正液でダンスするほど良くないでしょ、これ体調悪くなってきたんだからさ。あとお客様には申し訳ないですけど修正液を試し飲みしたことは内緒にしていてくださいね。特にマスコミには言わないでください。お客様がホラ吹き野郎と勘違いされてしまいますから。勘違いされないでしょ、修正液出されたんだからこっちはまともにこう言いますよ。もしマスコミにバラしたらハーメルのホラ吹きってあだ名されますよ。なんかもうそれはそれで嬉しいですもうそう呼ばれるんだったら逆に言おうかな。もうというわけでさっさと帰ってください。いつまでここにいるんですか。いやもう店員として失格だこいつは。あそうだ、お詫びに取れて1週間経った牛乳3ガロン自宅に送っていくアウトしますのでこちらの用紙に住所と名前を書いてください。あもうごちゃごちゃ、新鮮が売りなのはどうしたんですかはい、というわけでありがとうございました怖いわ怖いわ。いやでも瞬発力のね訓練になるんじゃないですか。そうですね、今すごい、うん、頭の右側が痛いですね、うん、なんか脳が働いてるなってますね。こんな痛くなるんだって思いましたねいやありがとうございます、楽しかった。どんなでしたかね、牛乳飲めない牛乳屋さんね。はい、途中で修正液とか出てきましたからね。もうそうですね、もう白だけにねこれ何でもいいんだこれね、何でもいいんですよここまで来たら僕が無造作にボケておりますので。あなるほど、いやすごい、なんかすごい本当に頭痛いですね本当に頭痛い本当に頭痛い、ごめんね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 、うさぎーって出ました、また一発ギャグ、ね、一発ギャグがあるんですよね。来た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 、北大地もよかったですね。来た来た来た北大地あれは普通に一発ギャグだったらいいじゃないですか。そうなの本当に、あ来た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 北大地みたいな、そうそうそう、聞いた、あお腹痛いな、あ今日出そうだな今日出そうだな、来た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 大地いいと思いますよ、やっちゃおうやっちゃおうということで、ツイキャスの方反応ありますので、はい、ちょっと、ね、読んでみますか。アリスさん、牛乳飲めないけど余計嫌いになったっていやダメだダメだダメですよ。織友さん、牛乳が飲みたくなってきた。逆の意見もありますね。逆の意見もありますよ。確かに牛乳は飲みたくなりますね。チータムリンさん、ピンク色はてなと何がピンク色なんだろう牛乳がピンクになっちゃう、牛乳がピンク色か。黒紫さん、ひでえってひでえユーミさん、あの人ね、わらと、あの人ね、ありがとうございます。はいはい、というわけで、次のコーナー行っちゃいましょうか。行く前にじゃあ CM 行きますか。 CM 一回遊びましょう、ちょっと時間がね、はい。ユミさん、牛乳屋さん今日は聞けてないかも、汗と。ん？なんだ？あ、今日聞けてないですか？ん？なるほど、なんだ、どういうことだろう、どういうこと、音が聞こえないんですかね。牛乳屋さん今日は聞けてないかもって、わかんない、これはまた後でちょっと解明しましょう。まあ、グッと来なかったってことですかね、まあ、というわけで、はい、
オーエラスタイルのツッコミ研究所でした。ありがとうございました。じゃあ一回 CM 始めましょうか。はい、CM 行きたいと思います。 CM です、どうぞ。恋愛相談所もマッハでやらないと、はい、あと12分あります。12分でですね、10分で8分ぐらいで終わらされる。10分ぐらいで一旦 CM でーす。はい、やったツイキャスのコーナー来たぞー。お前ら来たぞテンション上がりました。バースさん、一旦 CM です。うん、黙れです。バースさん、そうですよ。バースさん、そうですよ。ありがとうございます。いいですね。バースさん、これちゃんとツイキャスでね。そう、優しいっすよ。そんなこと言ったってね。いやー、もう、アイランさん、ウエーイ先ほどの、バースさん、山田さん、間違えて山田君。もういいわ。はい。ということで、10秒前ですので、今しばらくお待ちください。はい。はい、ウエーイってニッコリマークも来てますよ。はい、行きます。はい。はい、というわけで始まっておりますよ、大平スタイルのチューズデースタイル。はい、残すところあと一つコーナーですね。本当ですよ、はい、早いね、時間過ぎるの。あのリニアモータークローみたいですね。リニアモータークローみたいな感じ。摩擦ゼロみたいな、ちょっと浮いてますよ的な。あれ磁石で走ってるんですよね。磁石で走ってる。ちなみに僕の友達この三つ国さんのお母さんは、はい、念力をかけて、あぐらかいて念力をかけて1ミリだけ浮くことができるらしいです。なんだそれ。小学校の頃それ聞いてめっちゃ笑いました。なんで1ミリだわ、じゃあ1ミリしか浮かんばってスーって進んでいくらしいです。あぐらかいてスーって1ミリ浮いてる、1ミリ浮いてる、1ミリ。何の話ですか、面白いな、それ。いや、いつの話を。三つ国さんのね。いや、いやちゃんとツッコミも来てますね。ツッコミもいただいてますよ。ということで、じゃあ最後のコーナー行きましょうか。サーマゾロン。はい。はい、最後のコーナー、大平青年会の恋愛相談係、来ましたよ。来てますよ。はい。くれなずむ街の、というね。恋愛相談していきたいと思いますよ。ちょっとなんかため、あ、かくため息っていうかね、こうノストラジックな感じですけどね。はい、黄昏ですけど。はい、はい、というわけで、大平青年会の青の字は、うん、精一杯の精ですね。精一杯のですよ、はい、米辺に青と書いてますよ、はい。でも大人のね、恋愛相談をしていきたいと思います、うん。何か皆様ありますかね、恋愛相談がとかしたいこと。なるほど、これもじゃあもうさ、欲しいということがツイキャスとかで欲しいのか、うん、ですよね、うん、じゃあツイキャス、まあ、もしくはメールとかでも、まあ、あと少しお時間、はい、あと10分もないぐらいなんですけれども、いただけたらなと、恋愛相談したいなという方がいましたら、はい、お待ちしております。お待ちしておりますので。というわけで、じゃあもうタイガーなんか恋愛相談ありますか。僕ね、はいはい、分かった、恋愛な感じだったらいいってことですよね。そうです。じゃあ普通に相談しようかな。いや普通にしてきて、本当にして、うん、どうしようかな、どうしようかな。意外と、うん、意外とやっぱり結構いると思うんですけど、ははあのこうね、彼女とかカップルの人とかとこう手をつなぎたいけど、うん、外でね、外で手をつないで歩きたいけど、うん、やっぱりちょっとあの人の目が気になって、あ恥ずかしいってなっちゃう、手が手つなげないから足つないじゃうんですけど、うん、足つなぐんだ、足つないじゃうんですけど、それ鎖で、いや鎖じゃない、それ一個上を行かれたな、一個上を行かれたよ、いやいや足つないで歩き、鎖ね、それも一理ありますね、一理あります強制的に手をつなげない人とかって結構いると思うんですね。あ、いますね。そういう時ってどうしたらいいですか。うん、そういう時は、まあ、さりげなくですよね。さりげなくつなぎましょう。なんかでもさりげなくやったらちょっとあの気持ち悪いじゃないですか。うん、あ、なんかこのさりげなさが、こう手を伸ばすタイミングを見は、うん、なんかこう見計らってる感じとか。じゃあだんだん上から下に下ろしていけばいいんじゃないですか。どういうことですか。初めは可愛いねって頭をなでなでするんですよ。あ、それもちょっと難しいと思いますよ。恥ずかしいか。うん、あ、だからそれを例えばキースさんはとも、うん、多分普通に多分やっちゃうと思うんです、やっちゃうというかできちゃうと思うんですけど、うんうん、キースさんは。だからそこの、うん、なんかその自分のこのコツというか、こう意外とこうやるのにこう、なんていうか、もうやっぱうわーってじわって湧き出るさ、やっぱ隣にいると好きな子だったら、そうですね、うわーこいつ可愛い、抱きしめてあげたい、食べちゃいたいみたいな感じになるでしょ、うん、もう可愛さ余って肉さ100倍にはなっちゃうかもしれない、うわ可愛すぎてもうあ、でもそれは分からなくてもないです、可愛すぎてなんかつねりたいみたいな、メンってしたいって、しないでメンってしたいってそれはちょっとあの趣味思考にもよるんであれなんですけど、偏りますからね、偏っちゃいますけど、うん、でもうわーって好きだ、好きすぎて可愛いって思う気持ちがもう
高ぶったら、うん、それを抑えないで出すんですよ。こう手で、ああもう可愛い、やっぱりちょっとやちゃんとやった方がいいですね。犬を可愛がるみたいな感じ、うん可愛いね、ゴニゴニゴニ。それ恥ずかしさよりもじゃあそれをちゃんと超えていかないといけないですね。超えていく。なるほど。触って、顔も触って、あ可愛いね可愛いねって、まあ首とかね、まあ肩とか、はい。おお、まあ肩しっかりしてるな、筋肉ついてきたんちゃうみたいな。で、キャッチャーとかできそうだなみたいな。そういいね。ですぐもう手にいっちゃう。そんなそれ。だったらすぐ手に行くわ僕すぐ行くわ大きくなったな、行きますよ、やりましょう。いいですね。そんな感じですかね。 なるほどね そんな感じなんだ。アリサさんからいろいろ来てますよ。行こうって手を差し出してあげるのはって。なるほど、これ聞いてたより普通にいいアドバイスくれるじゃないですかえじゃあ僕がもう これだったらモンパチを歌うんですよ。モンパチの あなたに、有名で会えたなみたいな、どこへ行こうかあなたがいればどこでも、あじゃあ手を取ってくれますかってこの歌に流合わせてこう二人とことか歩くさ、映画館とかでも歩いてて、でなーなーなーな、手を取ってくれますかって急に横向いて手出すっていう引いてならないですか。引いてなりそうだね。引いてなるかも、ね、女の子青くなっちゃう引いて手を取ってくれますかで手取るような女の子はちょっと怖いですけど、いや少し怖いですFEC に入った方がいいですよちょっとセンスありますね。センスあります。あ芸人、お笑い芸人のセンスがあります。すぐもう瞬時に反応できるところとかがいいと思います、うん、なるほど。でも手を取って行こうって手差し伸べるっていう、あれアリサさんの意見はいいと思いますね。でチータムリさんは手繋ぐと嬉しいって嬉しい、ね、嬉しいですね。やっぱりね、そうそうそう、なんかでもドキドキするよね、やっぱり手繋ぐとね。なんかそのなんだろう、でももう手繋いでる2人を客観的な目線を想像したらまた嬉しいよね。こう海とか歩いてて、あこんな感じで見えるのかなって。客観的に見ちゃうとだからちょっと恥ずかしくなる、僕のは逆に。あ本当に僕はだけど、他の人はどんなか分かんないですけど、客観的な想像すると、おおなるんですね。あうわーってなっちゃう。ちょっと嬉しさあるますし、やっぱこう恥ずかしさも出てくる余計と思いますね。あ、なるほど、恥ずかしさね。はい、ということです。あ、でも行こう、これとてもいいと思いますね。行こうって差し出す、使っていきたいと思います。手を取ってくれますかですね。ちょっと違いますね。あ、なんかドラムとかも入れた方がいいですか。一人でモンパチじゃないから、ね、一人でモンパチやっちゃダメです。いっぱい本当にツイキャスね、発音いいな、バンスさんとかね。なんかあのバンスさんから。バンスさん、はい、嫁と行くのに参考にしたいから、お二人のおすすめのカフェとか教えて。カフェですね。ファミリーマートにも売ってるんですよ、あの森永っつってカフェっつってぜひそれを飲んでみてください。森永カフェっつって2人でドライブしながら、カフェの意味違うカフェの意味が違いますから。カフェ違いでございました。カフェが違う。聞いても、キーチさん意外とカフェじゃないにしても意外と場所知ってますよね。知ってますよ。僕あのキーチさんにこの前教えてもらった、それこそギノワンの、あれどこでしたっけ、場所。場所は大蛇なになるのかな。だからなんかあの上の方ね。そうそうそう、大山だ、大山かな。上の方にあるなんかその、コバーズっていう。コバーズ。あのその料理屋さん。フランス料理のめっちゃ美味しかったし、ね、値段もリーズナブルでとても美味しかったですよ。ランチでいいんですよ。ちょっと調べて行ってみてください。ぜひ行ってみてください。カフェじゃないですけど、あとカフェで行ったら、どこかな、あのどこだったかな。まあ料理、ああ中あの北中城、北中城の方とかね、いっぱいこのあるんですよ。カレーうどんが有名なお店。そういっぱいありますよね。三数市だった。三数市。いいですか。あ、そう、三数市当たってます。当たってます。行っていいですか別に。大丈夫みたいです。三数市おすすめっすよ。シャレオツで、ご主人は京都の方ということで、ね、ご飯も美味しいし、そうそう、ご飯、カレーうどん、それこそ、ね、カレーうどんの概念が変わりますよね。変わりますよ。あっち食べたら。とても美味しかった。いやもう全然インド人が作るカレーうどんと違いますから。あっちと雰囲気とか、あっちふあ雰囲気であっち周辺にさ、もう京都の感じです。なんかあの何だかな、外国人住宅をね、アップルパイにこうめっちゃ、なんだろう、めっちゃあのアイスとか乗っかってこうめっちゃタワーみたいなやつあったじゃないですか。あっち場所どこだったっけ。あれはあれも北中城のリンゴのイメージがついてる。そう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 、グリーンだ、グリーンっていう。あグリーン、グリーンめっちゃしてますねグリーンだったと思います。だから翼くんおすすめ、 FEC の芸人翼くんおすすめのグリーンですよ。グリーングリーンか、グリーングリーンなのかな。あグリーングリーンなのそれ歌じゃないですかね、たまやのさん。ちょっとあグリーングリーン、タラタタタラタ、ブランブランってねこれは大丈夫でしょ。ブランブランは物によりますけどね。
どね。黒紫さん、好きな子に対してムツゴロウさんになれとってことでね。あ、なるほどね。よしよしよし。よしよしよし、あ、そういうことですね。よし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 。バンさん大丈夫かな、じゃあそこか。分かったかな。北中グスク行っちゃってみてください。バンさんちょっとお笑い抜きとか、そうお笑い抜きで本当にいいと思うので。うん、もう普通にじゃあもうあのね、コンビニに売ってるんで、森永のカフェで。コバスです。コバスもいいっすよ。まあ、まず行ってみて。行ってみてください。ランチタイムおすすめ。絶景ですね。絶景。うん、ということで絶品。もうよだれだらだら行ってみてください。本当ですこんな感じですかね。はい、こんな感じ。岸さん、いやもうこんな感じでいいですか。まあツイッター、ツイキャスの方もねいっぱいいただいてるので、じゃあ、うん、はい、読ませていただきましょうか。はい、これは大丈夫ですかね。これ多分僕なんかじゃないですね。これ違いますか。別の別宛てのメールで来てますので、別宛てのメールですね。こっち戻りましょうか。ツイキャスの方ですね、はい、先ほどの、はいはい、黒紫さん、大金のぞみさんが好きすぎて辛いと。そうですね、僕なんか事務所の、ね、先輩に大金のぞみ先生がいるんですけど、先生 いますよ。いやもう好きすぎて辛いことはないっす。あ、まあ、分かる、好きすぎて分からなくもないけど、うん、いやもうそれでいいと思います。だと、うん、あ、その辛いのが逆にいいんですよ。そう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 、僕も昔ね、とっても好きな人がいて好きすぎて辛かったんですよ。はい、辛すぎて、うん、なんかもうなんかいろいろ思っちゃうから、うん、この会えない時間時とか、はい、なんかもう辛くなるから別れたんですよ、うん、距離を置こうって言って、うん、振られたんですけどね、結局は距離を置こうって言ったら、うん、距離を置こうだこれ。いや恋愛話恋愛話。距離を置こうって言ったらまた、そんなことないからより戻してって言ってくれると思って、うん、距離を置いた時に、うん、ごめん、あの、はい、もっと強固にしたかった、はい、この自分の愛の形。そうそう、時間もなくなってきましたよ。そうですね、まあまあそれもいい思い出ということですね。ということで、またキースさんの恋愛のお話はまた次の時間にということで、はい、ましょう。ということで、以上、うん、大平青年会恋愛相談係でした。ありがとうございます。もうエンディングです、はい、キースさん。エンディングですよ。でもバンスさんがね、うん、お二人のおすすめの吉野家行きたいと思いますって。おすすめしてんわ。おすすめしないわ。美味しいけども。吉野家本当にもう森永のカフェ飲め。美味しいけども。美味しいけども。いやもう時間がない、時間がない、はい、行きましょう。はい、では、告知ですね。告知、あのこのお笑い劇、はい、あ、フレッシュの告知だけしてください。フレッシュの告知いきましょう、はい、ということで、うちなんか事務所 FEC がですね、毎年、はい、あのアマチュアの方に、はい、向けて大会を行っています。フレッシュお笑い選手権大会ですね。これ の、うん、あの出場者応募締め切りが7月の26日火曜日までとなってますので、はい、18時必着なので、はい、こちらの方 FEC お笑いで検索して、私たちの FEC のホームページの方から、はい、応募フォームありますので、応募よろしくお願いいたします。お願いします、はい、ということで、こんな感じですかね、はい、はい、ということでお送りしてきました、大平スタイルの出世スタイル、はい、すみません、はい、あのちょっとなんか何も力添えできなくて、あ、うん、すごく楽しかったよ。また時間あるときに呼んでください、はい、もうあのツイキャスではね、ツイキャスもね、ユーミンさんが、あ、バンスさんバイアスロン準決勝千葉利用って送って、はい、それに対してバンスさんが、ユーミンさんありがとうございます。お金やれよ、お金やれよ、こっちで会話するんだね。もう時間ねえんだよこっちはよ。いい、ね、はい、というわけで、ではお送りしてきました、大平スタイルの出世スタイル、また来週もお聞き、はい、お聞きください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。はい、ありがとうございます。はい、本ちゃんの、はい、こっからツイキャスター。イエーイ、皆さん、それということで、はい、よかったですね、うん、うまいこと終わらせました。うまいこと終わらせました。おひらさんのチュースデスタイル、大丈夫、ドタドタでしたけど、ドタドタドタ、いや、そう、まあ、まあまあ、いい感じでしたよ、いい感じでしたけれども、恋愛相談がね、なかなか来ないっすね。そうなんだ。でも、いや、今日わからないですけど、意外と聞いたんじゃないですか、なんかそのアドバイス、その、だから僕に対してのアドバイスもしっかり、あ、あの、そのバンスさんとか普通、ああ、そうだね、本当に普通に良かったと思います。いや、良かった。ありがとうございます。皆さんのおかげです。おおきに。シェシェ。シェシェ。ありがとうございます。嬉しい風、シェシェ。シェシェ。いやー、もう、されされってユーミンさんね、はい、バンスさんお疲れ様でした、楽しかったよ。ありがとうございます。カフェ飲め。ありがとうございます。だから先ほども少し出たんですけど、この沖縄のね、あのお笑いの大会でお笑いバイアスロースで、ね、一時ね、バンスさん到達ですよ、おめでとうございます。ここで改めて拍手しましょう、バンスさん。ここで Google でチェックしてくださいね。あのしょうもないやつがね、受かるぐらいだからね。しょうもなくもないですよ。黒紫さん、バンスさんに厳しいキイチさん、わらわら。拍手ーっとね。拍手してます、ありがとうございます。いや、僕、バンスさんはもう本当にソウルメイトと思ってますんでね。ソウルメイト、バンスさん。あ、同い年でしたっけ。同い年ですよ。なるほどね。あ、自分ぐらいなんかこんなイカれた人いるんだなって思いました。むしろ自分よりイカれてるなって思う。よう探せばいっぱいいますよ。よう探せばいっぱいいますよ。ということで、告知とか大丈夫でしたかね。一応、はい、明日は、ゴールドリードが、はい、僕なんか事務所 FEC、FEC オフィス、FEC、演芸所の FEC の芸人、はい、ゴールドリードが、アンチテーゼ、ゴールドリードのアンチテーゼを
夜の11時から生放送予定ですので、はい、よろしくお願いいたしますね。まあ、三つくにさんお疲れ様、ありがとうございます。お疲れ様、ありがとうございます。ゆみさんお疲れ様でした、ありがとうございます。黒紫さんお疲れ様でした、にっこりマーク、ありがとうございます。アリスさんお疲れ様でした、にっこりマーク。キッスさんわらわらとね、はい、ありがとうございます。シータブリンさん楽しかったです、ありがとうございます。いいですね、皆様のおかげでございますよ、シェイシェイ。いいですね。いいです、あ、裏笑い行きますよって黒紫さん、ありがとうございます。そう、黒紫さんね、ナイキさん裏笑い劇場の告知してもすればよかった、毎回時間なかったからね。そうそう、またこっちツイキャス見てる方だけ、あの、はい、金曜日、あ、うん、来る金曜日ですよね、来る金曜日です、来る金曜日に、僕なんか FEC のライブで、はい、裏お笑い劇場というライブが、那覇市の沖江通り沿いにあるバンターハウスというライブでありますので、はい、8時から始まりますのでね、それまでに来てください、よろしくお願いいたします。みすずさん楽しかったよ、音符と、ありがとうございます。本当にもうみすずさんも聞いていただいてね、うん、小田原劇場もよろしくお願いしますね、よろしくお願いいたします。小田原劇場もありますので、もう FEC もいっぱいライブあるからね、いっぱいライブあるから、見に来てほしいよ。 FEC っていう、 FEC お笑いで調べたら、うんうん、僕なんか事務所の、はい、ホームページ出ますので、はい、そこでいろいろライブ情報見てみてください、お願いします、うん。